今日9月1日は防災の日です。100年前の今日起こった関東大震災に由来するこの日に合わせて各地で防災訓練などが行われています。政府は今朝首都直下地震が発生したとの想定で訓練を行いました。これまでに多数の人的被害や建物倒壊、火災など 非常に大規模な被害が確認されている状況です政府の防災訓練はマグニチュード7.3の首都直下地震が発生した想定で岸田総理をはじめ全ての閣僚が防災服で総理官邸に集まりました緊急災害対策本部では国と地方自治体との連携を訓練するため神奈川県相模原市とテレビ会議を行い 被害状況の把握や政府が取るべき対応を確認しました岸田総理はその後、相模原市で行われている首都圏9つの自治体が合同で行う防災訓練にも参加しました総理官邸からヘリコプターで到着した岸田総理はマンホールの上に設置する災害用トイレの設営訓練やバケツリレーによる消火訓練などに参加しました